すいません、吉田先生ですよね。吉田麻里先生ですよね。そうですけど。桐生の市民から奇妙な噂が上がってきてまして、市内の各地で竜を見たっていう話なんですが。竜のこと聞きたい？竜、この人々に何か関係性があるのだろうか。